どこ向いて話したらいいんですかね。非常に必ず誰かにお尻を向けると大変失礼な形になってしまって申し訳ございません。市長の高島でございます。今日はお休みにもかかわらずこのようにたくさんの方お集まりいただきましてありがとうございます。ワールドカフェという形でざっくばらんにもういろんな方が集まってこうやって話をするんですけども、多分ね今日のこの規模もしかすると日本最大規模という記録になるかもしれないという人数が今集まっているかもしれないというふうに聞いております。実は今日は朝からですね、例えば親父サミットっていうのも出てきました。で今男女共サミットっていうのも出てきました。今福岡の各地でやっぱり自分たちの地域、自分たちの街を自分たちで考えて作っていくんだ、こういう動きがようやくね、いろんなところで、自主的に、動きが始まっていて大変嬉しく思っています。やっぱりこうやって、なんていうのかな、誰か任せじゃなくて自分たちで作っていく、強い地域を作っていくというのが一番、これはもう力強いことだというふうに思うんですよね。今、どのテレビを見ても新聞を見てもあんまり希望が見出せない、なんか暗いニュースばっかりで先が暗いような話が多い。でもやっぱり夢と希望が一番大事じゃないですか。どういう街にしたい、でそのために出てくるエネルギーは絶対想定を超えるはず。私はそういう意味で、私がこの街の長になる市長選挙の時にこの福岡をアジアのリーダー都市にしたい、人と環境と都市の調和が取れたアジアのリーダー都市にしたい、こう言って選挙戦を出たわけでございます。福岡は地の利というものがもちろん非常に大きい。海があって山があって、その真ん中に都市機能がぎゅっと集約されている。そしてまたいろんな議論があったけれども、空港にしても JR にしても非常に都市機能、交通の拠点性も非常に高いという恵まれた地の利があるわけです。そういった意味で今でもすでに人と環境と都市というものはです、ね、非常に調和が取れたリバブ、住みやすい街として世界にも評価をされているわけです。じゃあこれからどうしていくのか。私はですね、こういった経済だけで街の規模を測るんじゃなくて、ポリシーのある街、どういう街になっていきたいのか、それはこれからは環境とも調和をしていきたい、そして人の心も調和をしていきたい、向こう三元平等な、先はなくなったって言われるけども、やっぱり地域の強い部分、いい部分、助け合いの部分というのはしっかり残していきながら強い地域を作っていく、そういう新しい価値観、これこそこれからの街なんだというものをですね、この福岡から世界に発信をしていきたい、この思いがリーダー都市という言葉に入っているわけです。積極的に動き続けていくということ、到達点があるわけじゃなくて常に変わり続けていく、そういった価値観に挑戦をし続けている私たちはリーダーになっていきたい、こういった思いが人と環境と都市の調和を取れたアジアのリーダー都市というこの思いに入っていたわけです。そこでじゃあこの街を目指す目標を作りましょう、どういう街にするのかを決めましょう、これが福岡市の総合計画という計画書です。設計書みたいなものです。ただこれは誰かが決めたもの、どこか知らないところで決めたものを私たちはそんな街に自然になっていく、それで本当に街が作れるのか、私はそうじゃないと思う。共感する力って一番の後押しだと思うんです。だからみんなで作るというその作業をぜひしたかった。適切な例か分かりませんが、子ども病院の時もそうです。いろんな議論があって、でも一体何の議論をしてたのか全然見えてこなかった。私は全ての会議をオープンにして、そしてみんなの中で決めて決定をしたかった。今回のもそうです。去年じゃあ私はこう考えるけど、皆さんが考えるアジアのリーダー都市、この福岡の未来どういうものですかということで、去年はアジアのリーダー都市福岡プロジェクトということで、たくさんの方に関わっていただいて、ものすごくいろんな意見をいただきました。その意見を集約して中間的に一つの形としたものが今皆さんの手元にあるその原案というものです。これは一つの中間報告です。これは今日発表です。今日発表です。いろんな人がいろんなところでした後じゃないです。今日発表なんです。で、これはあくまでも中間です。皆さんにこの案を見ていただきながら、これからですね、1ヶ月間パブリックコメント、またさらに市民の意見を、今日はその第1弾です。皆さんにこれを見ていただいて、みんなでさらに揉んで揉んで、さらに市民からも1ヶ月間また意見をもらって、
そしてみんなの町のみんなの設計書、みんなの計画というものを一緒に作っていきたいというふうに思っております。今日は本当にこうやって眺めただけでも、いろんな世代、いろんな方がいらっしゃるんだなというふうに思っております。私も時間の許す限り一緒に入ってですね、一緒にお話をさせていただきたいというふうに思っております。今日はご参加本当にありがとうございます。気をしてください。喋りながら同時に書くという系統ができる人はなかなかいないので、喋ってる以外の人がですね、ぜひ、書いてあげてください。展示無料です。どっちの向きが道路もありません。これですね、先年平均年齢が75歳というワールドカフェをさせていただいたんですが、素晴らしいですよ。皆さんに見せたいと思います。落書きをしてくださいって言った落書きがですね、縦書きでした。そうです。もうどこ筆を用意するんだったと思ったんですけれども、縦書きだろうと横書きだろうと何でも構いません。仕事は市長をしている。間違いがないのか、自分が思ってる。